ビータータスマグヌス大学は、リトアニア共和国カウナス軍カウナス市に本部を置く、リトアニアの国立大学である。1922年に設置された。1918年、リトアニアが独立すると、リトアニア評議会は、ロシア帝国時代に閉鎖されていたビリニュース大学の再建を決定。しかしその後ビリニウスが、ポーランド領となり、臨時首都カウナスを中心とするリトアニアでは別の、 大学を設置する必要が生じた。1922年、リトアニア大学が設置された。1930年に、ビータウタス大公没後500周年を記念し、ビータウタスマグヌス大学に改称した。1940年、リトアニアがソ連邦に編入されると、ビータウタスマグヌス大学はカウナス大学に改称される。1941年夏。 独祖戦が始まると、リトアニア臨時政府は、大学の名称を、ビータウタスマグヌス大学に戻す。その後ドイツ当局は1943年3月に、大学の閉鎖を命じた。1944年11月、ソビエト当局が再開学を命じ、カウナス国立ビータウタスマグヌス大学となった。1946年、カウナス国立大学に改称される。 1949年、歴史、哲学部が閉鎖される。1950年10月、カウナス国立大学はカウナス工業大学に再編され、医学部はカウナス医科大学となった。1989年、ビータウタスマグヌス大学が再建される。2019年1月1日、リトアニア教育大学及びアレクサンドラス・ストゥルディンスキス大学が吸収され、 それぞれビータウタス、マグヌス大学教育アカデミーとビータウタス、マグヌス大学農業アカデミーとなった。2018年現在、8269名の学生、約1136名の教職員を抱える。ありがとうございます。